俺がガネーシャだ。今宵は先日アポロンが開催し評判の良かった子供同伴の神の宴という形式にしてみた。来席の神々も子供たちも存分に宴を楽しんでくれ。あれ、神様どこに行ったんだろう。お、あれリトルルーキーじゃね。あら、ほんとやっぱり可愛い顔してるわね。食べちゃおうかしら。アポロン様の記憶が。おーい、ベル君。ほらほら、何やってるんだい。早く行かないとごちそうがなくなっちゃうぜ。ああ、神様。まったく、神々と来たら油断も隙もあったもんじゃないよ。ベル君、君も君だぜ。君はアポロンとのウォーゲームですっかり有名人なんだ。ぼーっとしてると変な神に連れてかれちゃうぜ。すみません。もうあれ、この曲。アポロン様の宴でかかってた曲に似てますね。うん、踊ろうぜ、ベル君。バレンナギガシ君だけなんて不公平だ。え？僕もこの曲で君と踊るんだ。ほら、せっかくゴージャスな服を着てるんだからさ。これで踊らなきゃこの格好で宴に来た意味がないってもんだろ。ちょお、踊るの上手くなってないかい、ベル君。そうですか。あの宴の時に教えてもらって、だからかも。あの時は緊張しっぱなしだったけど。ガネーシャー、曲を変えてくれ。なんで。おお、いいね。さあ続きだ、ベル君。いえ、知ってるってわけじゃないんですけど、なんというかリズムが似てるっていうか。あの人と踊った時と。エダスの村で。なんだか懐かしいね。そんなに前のことでもないんだけど。はい、いろんなことがありましたから。オラリオに来てまだ少ししか経ってないですけど、本当にたくさんなことが。そうだね、君もずいぶん変わった気がするよ。え？
ぱりダンスが上手くなったかな。そうですか。ああ、だからさ、また僕と踊っておくれよ。君の成長をいつでも感じていられるように。これからもずっと。はい、もちろんです、神様。